ートレース小島の日本未来プロジェクト競争 in 小島開催5日目、11レースから藤岡俊介、大賀龍之介両名が優勝となりました。さてレースコースはいよいよ最後の準優勝戦、第12レースの開始です。1号艇には塩田北斗、2号艇には平田忠則、3号艇には小野聖奈、4号艇岡田成幸、5号艇柏野浩二、6号艇中村日向、以上6選手の対戦です。なんと本番レースピットバネで遅れてしまった5号艇歌手の回り込んでは来ましたが、内枠中枠4名それぞれコースを主張していきそうな雰囲気です。ここは内枠3名福岡支部 A1 レーサー3名に人気が集中しました。1番人気は1号艇塩田、2コース2号艇の平田、3コース3号艇の小野、結果的には4コース5コーススローとなった4号艇岡田に5号艇地元の歌手の本番レースは短期がましが6号艇の中村となって、新入スタイル枠なりのスロー5艇ダッシュ1艇。人気の中心1号艇塩田北斗の一戦。現在もホーム追い風は強め、風速6メートル前後です。第12レース準優勝戦はインコースから1番2番3番4番5番サイアウトダッシュ6番です。今スタートした。インから危なかった。1号艇の塩田、一周の1枠逃げる1号艇の塩田、2号艇広田サースまくる、3号艇小野膨らんだ、切り込んでくるは4号艇の岡田、6号艇中村、5号艇柏野で向こう上面です。踏ん張ったセットを1号艇の塩田置くと、2番手は2号艇の平田、3番手に残る4艇が止まった。一周に枠の世界スタートは正常でした。トップ世界1号艇の塩田、2番手が2号艇平田、3番手接近6号艇の中村、真ん中から差し4号艇の岡田、2番手から3号艇小野聖奈、ホームに移りました。先頭は1号艇塩田、2番手が2号艇平田、前の2人は1、2体系。注目は3番手3号艇4号艇の高艇、内に3号艇の外の高艇、中村真ん中の高艇は4号艇の岡田。レースは西目の1コーナー、注目は3番手内が証券3号艇の小野聖奈、盛り込んで5号艇の柏野、7番握った4号艇岡田、サース6号艇の中村、向こう上に折り返す。全速線が前に立った単独の3番手一定し一定し優勢4号艇岡田、追走は6号艇中村と3号艇の小野、最高峰は5号艇柏野。レースは西目黒ターンへと向かっていきます。まだまだフォーカスは3番手4号艇岡田が行く、切り込んで6号艇中村、握って3号艇小野聖奈、ホームに移りますが、3番手は4号艇岡田紀之、上道級を1、2、4、レースは残り1周の攻防となりました。危なかったインの1号艇の塩田、ほぼタッチに近いコンマ01のスタート、押し切った先頭1号艇塩田、2番手は2号艇の平田、3番手争いから抜けた4号艇の岡田、後方から受けて6号艇の中村、4番手上段級は1、2、4、2連単1、2、2.2倍、3連単1、2、4、6.7倍です。ラストコーナーの旋回と向かっていきます。人気に応えました先頭1号艇の塩田北斗、2番手は2号艇の平田忠則、3番手は4号艇岡田紀之で上段級は1、2、4、まもなくゴールインとなります。先頭1番塩田がゴール、2着2番の平田ゴール、3着4番岡田ゴール、6番中村ゴール、3番のラストは5番の柏野がゴール。以上小島第12レースでした。